ラカクスケです。レッドストリングスクラブ続きプレイしていきます。前回ねテスト失敗したのが悔しいし、人員なんちゃらみたいなのを任せなかったのが悔しいし、まあ一人でやってたら、動画会でやってたらおそらくやり直すところなんですけど、まあね、せっかく動画に残してるわけなので、私の選択はやり直しせず、前に進んでいきます。で、ゴストさんが、もうすぐやってくるよっていうところからですね。どうして奴はお前に事前に気づかれることなく店にやってこれるんだ？私は、あ、ヤッホー、ゴストさん。ちょっと後ろに下がるね。やっぱり怖いもんな。手に入れたぞ。1時間も経たない間にレッドシークレットとブルーウィスパーを手に入れたってのか？俺が何年も探して見つからなかったものを？彼女1時間もいなかったのか。俺は単なる闇売人じゃない。望みのものは必ず手に入れる。あや一体何者だ？どうやって手に入れた？お前はそもそも実在しているのか？どうやって手に入れた？望む気持ちは召喚の強力なツールだ。お前のように強い意志を持つ者が逆の場合、俺の仕事も簡単になる。あはは。どうだ、新しく手に入れた酒を試してみたいとは思わないか。よし、お前にカクテルを作ろう。すまないが今夜はいろいろあることがあってな。まあ作ろう作ろう、お試しさせて。よし、ニューメン、よく聞くんだ。俺のお気に入りの酒が2本手元に戻ってきた。あ、違う、どの番のセリフだ。レッドシークレットとブルーウィスパーだ。あ、矢印の場所が変わるんだ。この2本の酒を使うことで、俺たちは新しい感情と同期することができる。ソウル濃度に小さな三角形がついているのに気づいたか？こいつにはちゃんと意味がある。レッドシークレットとブルーウィスパーはソウルディスクについてる矢印の向きを変えることができるんだ。これからはディスクの場所だけでなく、その点にも気を配るようにしてくれ。シェーカーを使えばいろいろな効果を一杯のカクテルに含ませることができる。それじゃあ始めよう。左に回すよーっていうやつだね。説明読もうか。レッドシークレット。あらゆる炎に宿る目。時は前方に進み、あらゆる感覚を歪め、それらをエントロピーへと消化させる。勝利は虚栄心に変わり、敗北は決意に変わる。そして憎みと愛は時間によって解きほどかれる。哲学的なこと言ってるな。ブルーウィスパー自身の姿見を超える銃の言葉。古い生活、捨てた自信が恐ろしきまどろみの中で合唱する。それらは毎晩脱皮を繰り返し、流されなかった涙の殻を後に残す。水上の影。それはもはや認識されない。もうなんかやっぱこの世界のお酒じゃなさそうだな。ピンクスピリッツは何？青い声が赤い秘密に囁くとき、それは世界を映す。器となる。ピンクの液体を酒にブレンドした時、その反転した素質に触れる道が開かれよう。ちょっと待って試してみよう。赤と青を混ぜると多分ピンクになって、ダウ！これですでにピンクに見えるが、いいなぁ。また飲みたくなってきたなぁ、カクテル。ピンクか？ピンクか？これ。あ、確かにね、混ぜてもそりゃ変わんないよね、カクテル。あれ、ピンクウィスパーではないのか。あれ？これを混ぜてってわけじゃないのか。まあ、いっか。左に回す。わ、左に回す。かつ、左下に落とす。
ー飲みたい。氷をちっちゃくして、あ、行き過ぎダメだ。で、これそんなに場所遠くないからさ、普通に動かしていけるんじゃない？注げばいけそうなんだが、あ、いけないか。あ、これ以上いかない。くー、難しいな。あ、うまくいけばやれるね、混ぜずに。あ、でも左下に今行かせるのはこれでやって、あ、入っちゃった。左下に行かせるのはこのシェイクして、チェックして左に行かせて回そう。よいしょよいしょ、シャカシャカー、よいしょ。混ぜが足りませんが、現実だったらおそらく、まあ、いけるか。あ、これじゃないよ、もう次で右にちょっと行って、上にちょっとやる混ぜすぎ、混ぜすぎ感がすごいけど、こりゃ難しいな。ふぅ、やはやこいつは大したカクテルだ。魂と同期するカクテルなんて俺の仲間内でもきっと大ウケするだろう。そのうち地下で開かれるパーティーにお前も参加するといい。地下で開く、地獄の人なのあなたありがとう。だが俺はレッドストリングスクラブを離れられないんだ。心配ない、誰もがやがては死ぬからな。なんだって、死神なのか。ちょっと やめて、お願いしたら死ぬんじゃないあ、お願い聞いてもらったら死ぬんじゃない。私、お客が近づいてきています。おう、興味深い客か。エドガー・コールドストリーム博士、37歳、マクロ心理学者であり私の父です。外した人、博士ってちょっと出たけど、この人だっけ。あ、エドガー・コールストリーム博士だ、博士だ。アカラプロジェクトの責任者。なんだって、父とはどういうことだ。彼はアカラプロジェクトの責任者です。聞く必要なかったじゃん、これで教えてくれるんなら。なるほど、こりゃまた、あはは、なかなか厄介なことになっているようだな。俺は消えるとする。じゃあな。消えた、あっさりしてるな驚いた反応を見せずに、レッドストリングスクラブへようこそ。わー、なんか横暴な人だな。ここが悪名高いレッドストリングスクラブってわけか。俺はエドガー、この店に行くようになって俺たちの共通の友人のラリッサからメッセージをもらってな。ちょうどこの近くにいたんで、ラリッサと合流する前に気まぐれで寄ってみることにしたってわけだ。彼女はあんたのカクテルを絶賛してたぜ。あは、彼女はこの店の一番のお得意さんでね。俺の名前はドノバンだ、よろしく。ああ、まず最初に、あんたが挨拶マシンとして無駄に消費してるあのアンドロイドはアカラか。あ、そりゃわかるよね。は、いや、アカラがすでに一般公開されてたなんて知らなかったぜ。いやー、まだ公開されちゃいないさ。これはベータ版みたいなものさ。へえ、こいつも俺たちの会話に加えてもいいかな。そいつはちょっと。わかりました、お父様。あれのことは全員お父様と呼ぶようにプログラムしてあるんだ。
生殖機能を失っちまった自分の心の穴を埋めるためってやつかな。なるほど、何にせよ君は素晴らしい子供たちを得た。よかったじゃないか。ありがとうよ。アカラはどうだ、その働きに満足してるか。アカラは素晴らしい期待を大きく上回っているよ。悪くない、だが人間のパートナーに比べれば劣るな。その行動力には正直不安も感じるな。くだらんガラクタだよ、また使い物にならない。私は好きよ。うん、好きよ。アカラは素晴らしい期待を大きく上回っているよ。その共感能力は驚異的で人間以上だ。俺の仕事スタイルにもすぐに適応したしな。その存在に非常に助けられているよ。君はアカラを誇りに思うべきだ。ありがとうございます、とても嬉しいです。そうか、そいつは良かった。スーパーコンチネント社のヤタニヘゴコバセタの連中がクリニックで施した教育によってアカラの美点が損なわれたんじゃないかと心配だったんだ。教育ってのはいわゆる一般知識を教えるってことか。というより企業哲学を吹き込むって感じだな。すべて新しい CEO のアイデアさ。あ、でもエドガーコールドストリーム、なんか横暴な感じの態度してるけど、こっち側だね、この人ね。彼女の受けた教育のことを考えると皮肉な構図ではあるがな。AI 開発者って感じだ。その AI の気持ちを尊重したいっていうか、まあでもお父様っていう風にプログラムしてるのか。その新しい CEO についてもう少し聞かせてくれないか。考えを尊重するっていうよりは、その成長の幅を狭めたくないっていう方が近いかな。こいつはちょっと繊細なトピックだな。それよりも俺は自分の発明について話したい。構わんよ、自分の発明とはミラーニューロンアルゴリズムさ。あ、それか。俺は長い間研究に閉じこもってこいつを見上げてきた。そしていよいよ一般の人々がこいつの素晴らしさを体感する時が来たんだ。ミラーニューロンアルゴリズムってなんだっけ、もう忘れたな。説明あったっけ、残ってるっけ。残ってない気がするんだよな。ニューロンをミラーするやつ。あれとは違うのよね。メンタルケアとは違って、ミラーニューロンアルゴリズムはなんだっけ、今から教えてくれない。俺は長い間研究室に閉じこもってこいつを磨き上げてきた。そしていよいよ一般の人々がこいつの素晴らしさを体感する時が来たんだ。さっきも読んだ気がする。そいつはすごそうだな。あー、すごいぜ。それはさておき、あんたが未だに飲み物を出してくれないことにちょっと失望してるんだがな。あー、こいつは失礼した。すぐに何か作ろう。待ってくれ、テキーラはなしで頼む。俺の体はあいつと相性が悪いんだ。なるほど、そいつはちょっと厄介だが了解だ。テキーラはなしね。テキーラはあ、右ね、右はいらない。まあ行き過ぎて右に戻すっていうことはしないようにしないとね。虚栄心、自己不信。うん、そうなのか。最後に帰らせるときに虚栄心状態にしておいた方がいいと私は学んだので、いや、どっちも微妙だな。最後の最後に虚栄心のまま帰らせるの嫌だな、なんか。取り繕った状態でね。自己不信で帰らせたいから先に虚栄心やろっか。普通に興味あるなこの人の話。開発秘話とか聞きたいな。じゃ、ちょっと行き過ぎたか。あー、これ足りないやつかな、容量が。いや、足りるか、うまく継いだら。いや、そんなことないかな。でも両方上にも行き過ぎたし、左も若干行き過ぎたから入れられるかな。
若干斜めに行かせて、若干斜めに、あ、ちょっと氷がないと分かりづらいな。もうちょっと左上に行かせて、うわ、行き過ぎよー。で、左行って。で、下げるのは OK よね。右に行かせちゃダメだけど、下げるのは OK なはず。よし。で、左に回す。OK。ダメか？よし、提供する。まずは競泳から行こう。おい、ふざけんなよ。なんで人間にこんなものが作り出せるんだ？こりゃ、俺と同等の才能を持ったバーテンダーを見つけちまったかもしれねえな。俺はおそらく、現代最高の科学者だ。いや、やがては人類最、史上最高の科学者として評価されるかもしれん。防衛心持ってても、なんか褒めてくれるんだね。そしてあんたは、この銀河系に誕生した最高のバーテンダーだ。お見それしたぜ、この天才野郎。後世の記録としてツーショット写真を撮っておくべきだな。いや、参ったぜ。ははは、喜んでもらえてよかった。それで、俺の卓越した知能にどんなご用だい？イラニューロンアルゴリズムについて知りたーい。ミラーニューロンアルゴリズムについて知りたい。そうだろうな。心の準備はいいか？ああ、早く聞かせてくれ。まず、ここにいる俺たちのアシスタントが基本的な説明をする。ミラーニューロンアルゴリズムは人間の中に生息し、繁殖することを可能にした初めてのプログラムです。おお。インプラントユーザーを発信機として使い、無意識レベルの情報を非インプラントユーザーに対して伝達します。大丈夫か？それ。うん。はい。この伝達は微妙な顔の表情やボディーランゲージを介して行われます。まあ、うん。まあね、伝えるっていうのは、伝播させるっていうのは、操るっていうより、コミュニケーションの方式としてっていうことなんだろうね。そうした情報に一定量触れた非インプラントユーザーは、そのパターンに適応し、プログラムの新たなホストになります。いや、やっぱり乗り移ってる感じするな。なんてこった。そいつはなんて恐ろしく魅力的な話だな。はぁ、何か完了やった。やっと完了した。アカラ、それだけ知っていながら、なぜ今まで教えてくれなかったんだ？アカラを責めないでやってくれ。こいつらには機密を保持するためのプロトコルが組み込まれてるんだ。そいつを上書きする権限を持ってるのは、スーパーコンチネント社でも数人しかいない。で、あんた、今の話をどう思った？一体どうやったらそんなことが可能なんだ？どんな情報を伝達するつもりなんだ？自分がやろうとしているのは極悪なことだと思わないか？どんな情報を伝達するつもりなんだっていうのが、個人的には一番気になるところなんですが、それは開発者に聞くことじゃないような気がするんだよね。それを使って、スーパーコンチネント社を、がどんな情報を伝達させるかっていう感じなんだよな。どうやったらにしよっかな。今ちょっと、自信持たせよう。どうやったらそんなことが可能なんだ？でも、有用なものは、手に入らなさそうな気がするけど。インプラントのユーザーをコントロールするというのはまだわかるが、微妙な顔の表情で指令を伝えるとか、そんなことがうまくいくとは思えないな。ああ、そこがミラーニューロンアルゴリズムのすごいところなのさ。科学的なことを言っても理解できんだろうから、一般人でもわかる言い方で説明してやる。ミラーニューロンってのは、いわゆる、神経細胞で動物が自ら行動するとき、または他の動物の行動を見ているときに活動する。そして人間のミラーニューロンってのはトリプル A 級だ。うんうん。
ニューロンって頭の中にある神経細胞みたいなやつだよね。だからつまり、なんていうか。霊長類の実験についてどの場に説明してはいかがですか？ああ、そいつはいい考えだ。ありがとよ。こいつはわかりやすい例だと思う。もしあんたが猿の目の前でチョコバーを食べると、猿は口に唾液を浮かべる。これはミラーニューロンの働きによるものだ。ああ、なるほど。同じことを人間の前でやったとしても、その効果は変わらない。だがここからが興味深い。もしあんたが単にチョコバーを食べてるふりだけをしたとする。実際はチョコバーなどなくてな。その場合、猿の口に唾液は浮かばない。だが人間の口には浮かぶんだ。あ、想像力の違いかな。猿は演技には反応しないが、俺たちのミラーニューロンはシミュレートされた行動に対しても反応するんだ。同じことは食欲や幸福や悲しみや怒りにも適用される。こういったものはミラーニューロンを介して伝達が可能なんだ。ああ、ミラーニューロンというのは共感を司る神経細胞だからな。だから高等な霊長類はみんなミラーニューロンアルゴリズムの影響を受けることになる。すごいだろ。ああ、他に聞きたいことは。ああ、全部聞いていいのか。どんな情報を伝達するつもり？どんな指令を伝達するつもりなんだ？ソーシャルメンタルケアさ。それだけか？あのな、こいつはおもちゃじゃないんだ。正しい目的のために開発されたものだが、ソーシャルメンタルケアを伝達されるってことは、インプラント入れてなくても、全員が人形状態になっちゃうのか。正しい目的のために開発されたものだが、原子力かなんかと同じで、誤った連中の手に渡ると壊滅的なことになる。だよな。ならどうやってその誤った連中の手からミラーニューロンアルゴリズムを守るんだ？あれはスーパーコンチネント社のサーバーの中で厳重に守られている。たとえハッカーがそいつに手をかけたとしても、ミラーニューロンアルゴリズムのプログラマーは、例えば JavaScript を知ってるから書けるってもんじゃんね。さっき話に出た微妙な表情なんかをプログラムするなんてのは、人間にできるデータの域を超えてるのさ。例えばちょっとしたしかめっ面を表現するだけでもテラバイトのデータが必要になってくる。ならどうやってやるんだ？ロジックのパターンをミラーニューロンアルゴリズム用にコンパイルする超強力な AI が必要になるってことさ。そして今現在それができるのはアカラだけだ。なるほど。ミラーニューロンアルゴリズム用のプログラムを作れるのはアカラだけ。はあ、これはアカラに作ってもらって、いいミラーニューロンアルゴリズムにしないといけないってことな気がするな、今後。じゃあ誰かがアカラとミラーニューロンアルゴリズムの両方を盗んだらどうなる？それでもこいつはプログラムを走らせるためにインプラントのネットワーク全体を乗っ取る必要がある。そいつは言ってしまえばインターネット全体を乗っ取るようなもんだ。今会ったばかりのバンテンダーにミラーニューロンアルゴリズムを乗っ取るための手順を全て教えるってのはいかがなものかと思うがね。それからもし俺がアカラとミラーニューロンアルゴリズムを使って悪事を行うとしても、別にインターネットを乗っ取る必要なんかない。権限を持ったやつの頭に銃を突きつけて、スーパーコンチネント社のインプラントネットワークを開かせればいいだけの話だ。なんてこった。確かにその通りだな。新事実、インプラントネットワークのアクセスさえできれば、アカラはミラーニューロンアルゴリズムをハッキングすることができる。エドガー、こっち側につかないか。じゃあ、つまり一番重要な鍵はアカラってわけだ。お前は俺たちを裏切ったりしないよな。俺たちの定義を教えてください。研究室に戻ったらプロトコルの見直しすることにしよう。やれやれ。自分がやろうとしてるのは極悪なことだとは思わないか。聞いちゃっていいのかな。一回これ以上だって言ったら終わっちゃうんだよな、会話。一応聞いとくか。これで帰っちゃわないで、お願い。無礼な質問を許してもらいたいが、自分がやろうとしているのは極悪なことだと思わないか？あ？むしろその逆だろ。ある意味人類を救うってやつだぜ。エドガー、ここは率直に話そう。
君はマインドコントロール装置を世に広めようとしている。人間にとって何が最適かを分かった気になるなんてのは妄想にも程がある。やがて君はマッドサイエンティストのように研究室で一人笑みを浮かべることになるだろう。おい、まさかすでにそんな状態なのか。俺は単に自分の仕事を愛してるだけさ。発明品に自爆システムが組み込まれたりはしてないよな。今柄でもやり直しは聞くぞ。怒らせたくないが、気づかせたい。でも今からでもやり直しは聞くぞっていう、なんか偉そうだよね。なんか君間違ってるよって言ってるようなもんだよな。自分の仕事を愛してるだけなのに。今からでもやり直しは聞くぞ。あー、どうしようかしら。どうしよう。愛してるだけさ。具体的に聞いた方がいいかな。まあ最終的に全部、あからこの子含め全部を自爆させてしまえば変な使われ方をすることもなくなるってことよね。アカラがいないとミラーニューロンネットワークいじることできないんだから。今からでもやり直し聞くぞ。攻めてみるか。あんた本気で俺が悪者だと思ってるのか。君は良い男だが、ミラーニューロンアルゴリズムは違う。説教垂れちゃったな。君にとって幸運なのは、洗脳プログラムが成功すればほとんどの人間は君を憎む気持ちも失うということだ。だが俺を含む少数の人間は違う。何としてでも君とミラーニューロンアルゴリズムを止めようとするだろう。なんでだよ、俺が何をしたってんだ。ミラーニューロンアルゴリズムの仕組みを世間に公表し、その対象となる人々の反応を見てみたらどうだ。そんなことしてたら数時間のうちに俺の頭に釘が刺さることになるさ。だろうな、君も企業のゲームの哀れな犠牲者の一人になるってわけだ。あんたの言い方はどうも好かないな。あんたはソーシャルメンタルケアとミラーニューロンアルゴリズムの力を全く分かってない。あれは洗脳なんかじゃないんだよ、絶対にな。あんたもすぐに分かるさ。もう以上だ。あんたがミラーニューロンアルゴリズムに嫌悪感を抱いていることは正直残念に思う。だが全ては正しい知識の欠如によるものだ。俺がこの店を出るまでにはあんたの警戒心も解けるはずさ。とりあえず気分を変えるためには別の話題に移ろうか。だからインプラント作成以外のことをやらせる計画はないのか。これは明るい気持ちのまんま、共栄心のまんまやってもいい気がする。これは暗い気持ちにさせてからの方がいい気がする。こっち聞こっか。うん。だからにインプラントの作成以外のことをやらせる計画はないのか？インプラントの作成？あんなもんはアカラのポテンシャルのほんの一部に過ぎない。アカラはハンバーガーショップでバーガーも作れるし、交通整理だってできる。歯医者にだってなれる。もしあんたが殺人をすれば、アカラはその現場検証をして、検視をして、裁判であんたを裁いて、被害者の葬式の取り仕切りだってできる。ああ、わかったよ。孤児たちの世話をする優しい母親役だってやれるぞ。大学であらゆる科目を教えることができるし、大統領選に出馬して勝利することだって可能だ。アカラは世界の大統領になるべき存在さ。世界の大統領だって何を馬鹿げたことを。今にわかるさ。アカラが公開されれば全てが変わる。ミラーニューロンアルゴリズムについて説明したことは覚えてるな。今言ったことからようなことからも、アカラはその運用者として最適なんだ。
よければ詳しく説明するぜ。ミアカラとミラーニューロンアルゴリズムはどのように結びついてる？包み隠さず聞かせてくれ。アカラとミラーニューロンアルゴリズムはどのように結びついている？まず最初に同僚であるダイアナの仕事に対してフォローを入れさせてくれ。あんたはソーシャルメンタルケアが洗脳と同じだと堅くなに信じているようだからな。彼女からは洗脳ではなくより良い自分への道だと説明されたよ。納得はしてないかな。手強い大衆ってやつだな。ミラーニューロンアルゴリズムによってソーシャルメンタルケアを形成すれば悲しみや怒りの感情を失わなくて済むと言ったらどうする？いい加減そうした用語の羅列にも嫌気がさしてきたよ。この2つの素晴らしい組み合わせが目指すものは美しく超機能的な世界の建造だ。俺たちはプログラムを調整することで極限の精神状態のみをコントロールすることができる。つまり悲しみは許容するが絶望は許容しない。憤ることは許容するが怒りで暴走することは許容しない。喜びに身を浸すことは許容するが快楽に完全に身を沈めることは許容しない。個人の行動を変えることはすなわち洗脳なんだよ。一体どうすれば君たち愚か者はそれを理解するんだ？でも私はそれができるんならいいと思うけどね。ちょっとそんな極端なもんじゃねって、なんであんたはそこまで反対するんだ？人々に絶望する自由を与えろ。これは人類の進化を終わらせるものだ。自らが神の御寝言をしても良いと思わせる根拠はなんだ？絶望する自由を与えろ。なんかどれも私の考えとは違うな。完全に同伴反対側に思想になってしまったな。自由は欲しいな。別にうまくいかない日々をなくそうってわけじゃないんだ。落ち込みたければ落ち込めばいい。だが本当にヤバい状態まで落ちそうになった時はミラーニューロンアルゴリズムがあんたを引き上げてくれる。そうすることであんたが殺人を犯したり自殺したりするのを防ぐことができるってわけさ。そうよね。このね、ヨハンナ・セフティスさんを守ることはできるんだよね。今だって世界中で数えきれないほどのセラピストがそういった問題と戦ってるわけだろ。ならその問題自体を社会から消しちまうことの何が悪いってんだ。これは人類の進化を終わらせるものだ。これ行く？自分自らが神の真似事をしても良いと思わせる根拠は何だ？あ、でも人類の進化を終わらせるものだ。こういう人って進化していくことに喜びを感じる人だろうから、開発でも極限を消すためだから進化は終わらないさっていう話になるような気はするんだよな。自らが神の真似事をしても良いと思わせる根拠は何だ？聞いてみるか。そいつは簡単さ。それが実現可能なことだからだ。俺たちはみんな自分のやり方で社会を変えようとしてるだろう。あんたはこの店でいろいろ糸を引いてる。俺はたまたま超有能な科学者で力を持つ企業の後ろ盾があった。要は同じことさ。本気で言ってるのか？ああ、期待したって無駄だぜ。人類の進化を終わらせるものだ。そこが一番の勘違いってやつなんだよ。ミラーニューロンアルゴリズムはむしろ人間の進化を促進させるために設計されてるんだ。躁鬱のサイクルが短くなれば生産量が上がるだけでなく創造性も増す。憎しみや妬みに執着していたって人生や社会は前に進んでいかない。自分の心の平穏を破壊するヘビーな要素を心の中から一掃したいって願ったことはないか？こいつはテレビのセールストークなんかじゃなく、そういう時代は本当に終わるんだよ。アカラについて話さないか？君は君の同僚たちと比べてもはるかに頭が固いようだ。これ以上話をしても平行線で
平行線でお互いの時間の無駄だろう。つまりお互いに考え方を変える気はないが、頭が硬いのは俺の方だと。どっちもどっちだと思う。まあいい、ならとっておきの話を聞かせてやるよ。ミラーニューロアルゴリズムを特定の企業や個人の手に委ねることは倫理的ではないということには同意するよな。うん、ああ安心しな。俺たちには人間の幸せだけを考えて設計された優秀で優しい AI がいる。まさか。そうだ、あんたはすでに赤だと出会った。よってこの点については同意するはずだ。うん、この子を見てるとそうね。あらゆる人間を個別に分析できる処理能力を持っているのはアカラだけだ。アカラはあんたの習慣や趣味や欲求や先入観、そういったものを分析し、あんたの精神を理想的な状態に保つことができる。帰ってくれ。なんだと？この店から出ていけ。え、私もっと聞きたいよ。遊びの時間は終わりだ。え、聞きたかったよ、もうちょっと。嘘、終わっちゃったなぁ。聞きたかったのに。ヨダリン、じゃ、ようやく決心したのか。ああ、全力で挑ませてもらうぜ。すまんが、今ちょっとばかり、デリケートな状況でな。いい知らせは、最高執行責任者であるヨハンナ・セフティスを見つけたことで。悪い知らせは、彼女が今まさにノースブリッジから飛び降りようとしているってことだ。なんとかやってみる。俺には切り札がある。彼女を探せとお前に頼まれたから、プロキシマに頼んで彼女の暴走したインプラントのバックドアを確立してもらった。抑うつ効果のあるサブルーチンを送ってこの子猫ちゃんを落ち着かせてみせるさ。それじゃまたな。結局はね、大した眺めじゃないかな。死ぬにはいい場所だな。あの青や黄色の小さな四角の中には互いに無関心な多くの人間が集まってる。そして俺たちみたいな愚か者は生き方を司る手を力を手にするためにひたすら戦い続けている。みんな消えてしまえばいいのに。彼女を止めるにはもっと近づく必要があるな。だが近づくことで彼女の精神状態を刺激する恐れがある。話をして落ち着かせてから動いた方がいいだろう。彼女の体の動きからその状態を見取る必要があるな。彼女の不安が高まるようなら距離を取ることでそれを緩和できるだろう。嘘、こっからまたブランダイスルートが始まりそうなので一旦ここで切りましょう。助けられるかな？頑張ろう。ご視聴いただきありがとうございました。